ファイアーエントリー、ゴートヘブン。ファイアーエントリー、ファイアーエントリー。ロイヤルエントリー。さあ、ごめんなさい。はい。これが何でしたっけ？今回はカルガモくんセット第2弾。以前配信したシーカヤック忍び、カルガモくんセット編の続きです。詳しくは前回の動画もご覧ください。それで今回は1、シーラス、2、サオトリールの2本立てとなっております。ハリーさん！ぜひご覧ください。あー、綺麗な青空。そしてこれをパーンとすると、はい。シーラス持ってきました。ざっとですね、シーラスの、偽装、まあ、これから船に積むものをざーっとこっち並べてみました。魚探、振動士で魚探のマウント、ロッドホルダー、真ん中のドライブシャフトのカバーでシートですね。でこれもハニガムクッション、そして、バッカー、そして、パドルになんだっけこれはもう暑さで出てこねえ、ごめんなさい。パドルにタモでクーラーでスパンカーに、フラッグですね。ネットですね今ネットが出てこなかった。ランディングネット、そしてこの下にあるのが553のスケール、55スケールで、これがシーラス。早足だったので一覧にしてみました。一時停止推奨。フラッグ、私フラッグはまあね、センターの方がいいんですけど、スパンカーをつける兼ね合いでちょっとサイドにしてます。まあこっちでもこっちでもいいんですけど、こんな感じではいつけます。ブラックなんかですね。であとはスパンカー、よいしょ、はい、がっつりとやりますね。はい、スパンカー、こんな風がある日はねスパンカー、そしてクーラーボックス、このようなね、滑り止めシート、100均でも売ってますね。これを下に引いて、で、横に横置きです。よいしょ、はい、こんな感じで、そうですね。そしてこの後ろ、これにはねバッカン、まあ、これも滑り止めシートしてバッカン置くだけ。ここは後ろか置くだけ、こんな感じで、ここもうバンジーコードでアイレッツだっけあるので、はい、一応落下防止、落下しないように落下防止で両サイド止めます、ね。そしたら次シート、赤シートさん、これ引っ掛けるだけで、リアはねここにバンジーコードがあるんで止めて、はい、パドル、パドルはとりあえずねここに止めるとこあるんでパドル止めて、はい、ネット、大きなネットはいつもこちらにで、落下防止で553の、スケール、55スケールはシートの下。そしたらこれ100均で売ってたね、キッチンのトレイですね。これがねジャストフィットなんですよ、ほら。なのでね、ここの間に入れて、使ったジグとかここに入れておけば OK、 いい感じです。急に片言じゃん。そしてあとこの辺のね、こういうのはシート下にポケット、これ売ってるんでつけました。一応落下防止で全部だいたいカラビナついてますね。こんな感じで、あっという間にここまで来ましたね。あと魚探ですね。よいしょ。振動糸は中にもつけられるらしいんですけど、私もう一回外付けのタイプをですね、前の動画で作っちゃったんで、そのまま使います。でスターポート2つ並べまして、手前側にこの延長かましてですね、でここに魚探を前の方につけます。こうですね。でもう1個が振動糸。まあこんな感じでつけます。でこれ筒、何のバズーカみたいなやつですね。これ筒はですね、ここにスターポートをつけて、こんな感じで、さあ急ぎ足で取り付けてきました。結局何の筒か言わんかった。こんな形になります。これ入れますね。これが、私シーラスでの出店の時のスタイルです。疲れてる。スタンカーは私これですね。滑車がここに1個ついてます。そしてもう1つここに滑車つけました。そしてこの滑車をですね、引っ張れば頬が腫れるように。疲れてるな。こう、そしてこうで、この全部内側通してから、これ何でしたっけ55さん、ジグザグクリートらしい。これをですね、まあジグザグにやると止まります。こういうヨットとかで使う便利グッズですね。そして今この状態ですね。で風出てきてスパンカーやるときにはこれを、まあ、このようにして座りながら引っ張ります。はい、さあ張りました。張った状態で、これまたこのジグザグにこうしてあげると、はい、止まりました。でちょっとね、余ったのはこの辺入りましたね、スパンカー。私これで出艇するスタイルですね。いかがですか？少しは参考になりましたかね。まあ私がね、ここ3年ぐらい、3年弱カヤックやってきてですね、一応使ってきたホットとリールですね。まずね、一番やっぱね、使用頻度が高いもの、必ず1本はね積んでいくっていうのがね、これですね。はい、ワールドシャウラー。ワーシャ。スペックがですね、これですね、162の SS の3ですね。ルアーがね、キャスティングだと 7g から 30g まで、でジギングですと180までで、ラインがですね12から22ポンドなんで、まあで P がマックス4号かな。まあちょっと細かいんでね、あとはシマノのホームページでググってください。そして、これにつけてるリールはですね、これです。エクスセンスのね、SSXG。こいつに PE2 号巻いてます。これね、PE2 号がね、200メートル巻けます。そう。で、下地入れるとちょっとね、オーバーになっちゃうんですけど、まあでもそれでもね、十分です。これでいつも組み合わせてやってます。で、このロット何がいいかっていうところはですね、何でもできます。キャスティングもよし。ジギングもよしで、サビキ釣りもできますし、ほんとオールラウンダーですね。だから基本的にこの1本あればね、まあ大概済んじゃうのかなとは思ってますぐらいのね、ほんと上出来の1本です。で最近ちょっとね、持ってってるのがこれですね、ナマゾンテールウォークのナマゾンですね。58ってことは多分5フィート8インチだと思いますの、ミディアムヘビークラスの、ロットですね。ルアーウェイトもですね、16分の3から 1.5 オンス。1.5 オンスってことは40弱かな。これに、ごつい軽かったの、400番 PE200 が 500m 巻いてあったんですけど、もうね高切れとかしちゃってね、多分400、230だと思います、巻いてあるのが。でこれはね、使用も、これは何に使うかっていうと、これはビッグベイトと、あと、まあ、この組み合わせで中深海もいけるかな。そしてあと、重めの、中深海のジーニング 100g 以上150とかぐらいだったら十分いけます。でビッグベイト、1オンス2オンス、多分3オンスぐらいもいけますね、うん、そのぐらいのパワーあるバットで、ロットですこれ、なかなか固めで、その分ねちょっとフッキングはねかなりグッていかないとダメですけど。そして最近出番はないですけど、初めの頃に平らばやろうと思った平らば用で、これですね、なんだ書いてあると、ソルティステージ、ソルティステージってやつかな、アブのそれはアバ3ピースのロットですね。非常に柔らかいですね。そして、セットしてるリールはですね、ダイワのオープニングの猫ちゃんスパルタン、ダイワのスパルタンですね。カウンターがついてます。平らばやるのにやっぱ初めの頃カウンターとか付きの方がいいのかなと思って、このセット型式が STC の 653180KR マダイって書いてますね。うん、 6.5 フィートで、ジギングだとね50から 120g で、PE は、まあ推奨は1号がいいと言ってるんですけど、これ多分2号巻いてますね。なんでや。さあこんな感じの、全然出番ないですよね。ね、去年エギングとかで大活躍してくれたこれですね、バスロット、ジャッカルのですね、何でしたっけこれ、もうこれ廃盤ですね、赤いの。型式がですね BS63UL-2、まあ簡単に BS シリーズの 6.3 フィートウルトラライトのアクションですね、穂先が柔らかいってことですの2ピース、これ2ピースね、ティップランエギングとかでエギングやったりとか、あとはね餌釣り、キス釣りとかもねこれでよくやってましたね。景品でもらったね、全日本カヤックフィッシングトーナメントのねじゃんけん大会でいただきました、ツアラのビスグルマね、キーファンカラーです。それにね組み合わせるロットがですね、これなんだっけ、トラギアですよね。トラギアのですね、コンパクトロット使ってます。最近ちょっと出番がないんでね、またこれ、使っていこうと思います。さあ以上、こんなね、一応12345ですね、5本が、私カヤックで使ってる、ロットかなと。さあいかがだったでしょうか。今日はねシーラスの偽装ですね、こんな感じで偽装してますっていう、動画と、あといつも持ってってるロットたちをご紹介しました。参考になったと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録の方、チャンネル登録してください。さあではでは、またのご視聴お待ちしてます。チャラララチャラララ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。